ソニーの株主総会で NHK が映らないテレビが提案されました。月々2200円近くの上納金を支払う必要がなくなります。10年で約25万円が浮くのは大きく、ネットギークでアンケートを取ったところ買うが圧倒的多数派です。これどう思いますか？すごい画期的なものを提案しましたね。まあ売れそうですよね。うん、出るともう支払わなくていいことになるんだったら大きいなとは思いますよね。むしろそんだけ払ってるんだって、払ってる人たちは。そうね、あのホテルなんか大変みたいですよ。全部屋テレビがあって全部払わないといけないので、それ裁判になったんですよ。払えっていう判決が出て十数億円だったから払わないといけないみたいです。NHK からしたらボロ儲けですよね。制度がおかしいんじゃないかなと。勝手に人のテレビに電波入れておいて見てなくても払わないといけない、なんかヤクザじゃないですか。そうだね、うん、あんま考えたことなかったですけど。だって普通契約っていうのは買いますっていう消費者の行動があってから売りますっていうものが返ってくるわけですね、うんうん、それが逆転してるんですよ、うんうん、それ儲かりますよね、そんなことしたら。押し売りじゃないですか。 NHK って何でしたっけ、元はあれなんですか、国がやってたんですか。国営放送と間違えられるんですけど、別に国営ではない。で NHK はすごく儲けていて、新社屋がすごく豪華だったりしますね。オリンピックの競技場とかフジテレビの社屋よりもはるかに高額な新社屋を建てようとしていて批判されたこともありました。月間ちゃんは一人暮らししたことありますか？ないです。したことある人はみんな NHK 嫌いだと思います。そうですよね、それお金取られちゃうんですよね。はい、で集金人が来るんですよ、結構しつこく、うんうん、鬱陶しいですよ。それって例えばその一人暮らしだったら大体家に1台じゃないですか、テレビが。例えば実家だったら家に何台かテレビあるじゃないですか。それって払う料金一緒？一つの家庭に決まってると思います。テレビの数は関係ない。1世帯かですね。1世帯の支払いになるのか、はいはい、今結構テレビ持ってない人多いですよね。うん、多いと思う。しかも NHK 見てる人もそんなにいないんじゃないかな。まあ、よくYouTube で NHK 集金人とトラブルになってる動画上がってますよね。うん、見たことある、うん、まあ一人暮らししてるとあんな感じですね。そうなんだ、ちょっと大変だな一人暮らしも。なんだかんだけど地震の時とか見ちゃうんですよね NHK。 なんで NHK そういう時に見ちゃうんだろう。まあ信頼感もありますよね、民放よりも、うん、仕組みが違いますから、うん、そうか。ということで最後にポーズをお願いします。 NHK をぶっ壊す。